学生が車をゼロから作り上げる国内最大級の学生ものづくりイベント、学生フォーミュラ。今自動車業界で活躍する人材にはこの大会の OB、OG が多く、多数の企業から注目される若きエンジニアの登竜門なのです。学生フォーミュラは学生たちがゼロからフォーミュラマシンを作り上げ競う大会です。自動車に限らず産業の国際競争力を高めるためには優秀な人材が必要です。最大の意義はものづくりを通じて次世代を担うエンジニアを育成することです。ものづくり大国日本、未来を担う若者たちが1年間かけて作り上げた車の性能を信じ競い合う晴れ舞台。参加2年目、手作りのパーツを用いて強豪校の中に割って入りたい新参チーム。電気自動車部門3連覇を狙い、最新テクノロジーを搭載した車で勝負する強豪校。学生たちが青春と情熱の全てをかけた1年の総決算。この笑顔、そして涙に込められた思いとは。学生フォーミュラ日本大会2019、車作りに青春を捧げた若者たち。今年国内海外を合わせて89チームが大会に参加。この大会は F1 レースなどのように速さだけを競うものではなく、参加チームがベンチャー企業という設定の中、車両の企画から資金調達、設計、製作、走行という車作りの全てを行い、その完成度を競います。大会は車両が規定に沿って作られているかを検査する車検に合格したチームが、静的審査と動的審査という2つのカテゴリーの合計得点で順位を競います。静的審査とは、車両1台の製作費とその妥当性を問うコスト審査、車両の設計コンセプトや独創性を問うデザイン審査、製作車両に関するビジネスプランを問うプレゼンテーション審査の3部門。動的審査は加速性能を競うアクセラレーション、旋回性能を競うスキッドパッド、全長およそ900メートルの専用コース1周のタイムを競うオートクロス、そしてこのコースを2人のドライバーが10周ずつ走行し、車の総合的な走行性能、耐久性、燃費を競うエンデュランスの4部門。毎年熱い戦いが繰り広げられるこの大会で、今年新たな挑戦に臨んだ2チームにスポットを当てました。1チーム目は群馬大学ガフト。チーム設立は2017年、昨年大会に初参加したまだまだ新しいチーム。昨年は車検を通過できず記録を残せませんでした。今年は大会で車両を走らせることが目標。彼らが拠点としているのは大学キャンパスから離れた大学 OB が経営する工場。使っていない建物を間借りして車作りをしています。2月、彼らは車の骨格となるフレームを製作していました。パソコンを使用して車両を設計、専用ソフトで製造し、パーツの長さや形を割り出して加工。溶接をしていきます。学生が設計する車両は各チーム全てオリジナル。車作りは材料の加工からスタートします。まさにゼロからの車作り。大学構内の機械を使って部品を作っているのは、車の足回りの設計を担当する須藤君。
ハブっていうパーツを今手作りでちょっと作ってるんですけど、彼が作るのは車の軸とタイヤをつなぐ重要なパーツ。今作ってるのがこれフロントのハブなんですけど、これはリアのハブになります。構造を変えたんで強度は上がってて、軽量化もある程度されましたね。今年は 200g ぐらいは軽くなったと思います。車を速くするためには壊れない範囲でいかに軽く作れるかが大切。たった 200g でも車への効果は絶大。強度と軽さの両立を目指した攻めの設計でハブを製作します。軽く壊れないハブを作るのは難しく、スポンサー企業に作ってもらうことが多いパーツ。あえて手作りする理由を聞いてみると、学生時代に自分たちで一から加工してやることで、例えば社会に進出した時にここの経験が活かせればなっていうことで、自由なパーツもこうやって作ってます。車を運転するのはチームリーダーでドライバーも務める磯部君。スーツ姿の彼が訪れたのは資金援助をしてくれているスポンサー企業。この日は援助してくれた社長に活動報告。車作りには資金がかかるため、こうして学生たち自身がスポンサーを見つけて資金や部品を援助してもらっています。じゃあ頑張ってください。はい、どうも。ありがとうございました。どうも。まあ自分たちも、まあ、もちろん資金的にもあれですけど、まあ、気持ちもやっぱりいろんな人に支援してもらってるんだっていうのが、まあ、気持ちの糧になるというかベースとなって最後までやり遂げられるっていうのはあります。やっぱり3月28日車の製作が難航。初走行の予定から3日過ぎたこの日、まだフレームにエンジンを乗せる作業をしていました。学生フォーミュラの規定で搭載できるエンジンの排気量は 710cc まで。多くのチームがバイクのエンジンを使用しています。翌日にカートのコースを借りて初走行を行う予定。夜通しで作業を行います。作業するメンバーは交代で夕食をとっていました。夜中まで続く作業、辛くはないのでしょうか。まあ、これが青春だからな、うん、やりたいことやるっていうのは青春じゃないですかね、うん、この夜作業場の明かりが消えることはありませんでした。そして翌日朝。おはようございます。あ、おはようございます。コースの予約時間が迫っているのに作業は続いていました。なんとか車を走れる状態に組み上げ、埼玉県にあるコースでの初走行。マジかよ、やばいね。アイドリングしてるだけで終わっちゃうんだ。ダメだ。この日エンジンがかかることはありませんでした。そんな甘くないってことですね。うまくいかないんで、大体全然しょうがないと思います。作業場に戻って原因を探ると、朝時間に追われた中、つないだ電気系統の配線ミスだったことが判明。
ッケーいいよ、これでちょっとオッケーやってきた、確かめてみる、ちょっとじゃあやってみるか、うん、改めてエンジンに火を入れることに。はい、かけます。予定は大幅にずれましたが、初走行が終了。とりあえずシェクナーは OK です。よかったです。本大会まであと5ヶ月、走行練習を重ねて車を作り上げ、車検突破を目指します。この後、最新テクノロジーに挑戦する電気自動車の王者に密着。2チーム目は名古屋大学フォーミュラチーム FEM。 昨年は電気自動車部門で2連覇を達成。今年は EV 初の総合優勝を狙います。今年名古屋大学はまだ市販車でも実現していない最新テクノロジーを使った車で大会に臨みます。それはインホイールモーターを搭載した四輪駆動車。現在市販されている電気自動車は車にモーターを積み、その回転をドライブシャフトを通じてタイヤに伝えています。インホイールモーターというのは4つのホイールに個別にモーターを組み込み、コンピューターでそのモーターをそれぞれ独立制御して車を走らせるというシステム。日本の参加校では唯一、国内で過去前例のない車作りに挑戦します。しかし、これまで製作してきた EV とは全く違うシステムで開発は難航。彼らを悩ませた原因は新しいモーターとインバーター。インバーターの電磁ノイズが強く、エラーが出てしまいモーターが回らない。はい、じゃあ電圧かけてきます。はい、このノイズの原因を突き止めるのにおよそ2ヶ月を要しました。一回落とす。はい、マシンに載せるディスプレイのプログラミングをしてるので、はい、こういうディスプレイ、今年はスマホを載せることになってまして。そうなんですよ。アプリをなんか起動して、そこで電圧を表示するみたいな、まあ、これはまだ本番で使う感じのやつじゃないんですけど、とりあえずこういう感じでプログラミングして、モーターなどを制御するソフトウェアは既存のものがなく、車の製作と並行して全て自分たちで開発します。4月、試行錯誤を繰り返し苦労の末に組み上げたのが、このたくさんの基板が入った制御ユニット。今年の車の心臓部です。落としたら、今年は乗らん。よいしょ。ちょっと待ってよ。はいはいはい。タイヤをつける前に、車を台に乗せた状態でモーターや制御ユニットなどの部品を車に取り付け、作動するかをテストします。しかし、彼らが考えていた以上に新しいシステムは難しく、テストができる段階まで組み上げられたのは、制御ユニットを車に取り付けた4日後でした。いよいよテスト。うまくモーターが回れば車両のベースは完成、車を走らせることができます。1チーム入れます。はい、はい、ありませんでした。成功するとフレームにつけた LED が点灯するのですが、失敗です。
この後何度も試みますが作動せず、回路図を調べ配線を一から見直します。複雑なシステム、原因を探るのも一苦労。分かった。プリチャージする回路の方は変えたけど、閉じるリレーは変えた。黒と茶色が逆、どっち側で入れ替えるか分からへんけど。原因は2つ、バッテリーの配線ミスとモーターの配線ミス。原因と予測される箇所を全て確認して再度。はい、ここで入れます。はい、やつ来てます。あ、来た来た、やっぱりやる。じゃあアクセル入れますよ。いやー、よかった。お疲れ様です。やった、お疲れ様です。お疲れ様です。5時20分です。テスト開始から8時間、ついに車として走れるように作り上げました。370。去年までは市販車のモーターを使ってたので、ノイズ対策とかすごいしっかりされてたんですけど、今年からはそうではないので、ノイズにすごい苦しめられて、今日はノイズ出ずにちゃんとできることは回すことができたので、それは良かったかなと、すごい安心しました。車の制御のこれからは詰めが始まって、一から自分たちで制御とか考えてやっていかないとダメだなって、ここからが一番大変だなっていう感じですね。4月末に初走行を終え、ただ動くだけではなく速く走れるようにするための制御プログラムの開発作業へ。しかし開発スケジュールは彼らが立てた予定から1ヶ月以上の遅れ。前例のないチャレンジ。総合優勝はどこまで遅れを挽回できるかが鍵になります。このあと学生フォーミュラの本大会が開幕。新たな挑戦に臨む2チーム、それぞれの思いを胸に大会に挑みます。学生フォーミュラは車が規定に沿って作られているかを検査する車検を行い、静的審査3部門、動的審査4部門の合計得点で競われます。合計1000点満点のポイント制。全ての審査に参加することが上位を目指す最低条件になります。8月27日、いよいよ大会が開幕。この日のために1年かけて車を作り上げ、事前の書類審査を突破した89チームが静岡県のエコパに集結。大会は車検で幕を開けます。線幅17ミリ。学生フォーミュラの車両は一般販売するという前提の下で設計製作されているため、大会には安全面などに厳しい規定があります。ちょっと削っとけば誰もが運転でき、かつ高い安全性を持っているかが厳しく検査され、この検査に合格しなければ動的審査で車を走らせることができません。群馬大学はこの車検をクリアすることが最大の目標です。ごめん、ウエス取ってくれ。とりあえずこれから車検です。まあ慎重にやってるから今いろいろ作業してるわけなんで、大丈夫だと思います。ところが車検を受ける準備として車に燃料を入れると、漏れてるの分かる？漏れてるの分かります。この辺から漏れてる。なんと燃料漏れが発覚。燃料タンクのパッキンがずれて燃料が漏れていました。この状態ではもちろん車検を受けることはできません。ミスなんで明日朝一で車検をもう一回行きます。まあ、もう一回というかまだ受けてないんで、初車検なんですけど。磯部君の顔に不安の色が。
大会は車検と並行して静的審査も始まります。静的審査はコスト審査、デザイン審査、プレゼンテーション審査の3部門。コスト審査はコストレポートという資料をもとに車1台の製作にかかるコストについて質疑応答を行います。このコストレポートは大会が始まる前に作成、提出されます。このレポートを作ったのは6月。車両をどれだけ安く作れるか、また原価計算をどれだけ正しくできているかが評価され、レポートを見れば全ての部品の詳細が分かるようになっています。 EV はガソリン車に比べてコストが高くなる。この点、名古屋大学はどう競っていくのでしょうか。原価の高さっていうのはもうどうしようもないので、まあ、いかにその原価計算の正確さっていうところで戦っていくかっていうところになりますね。車1台分の部品を全て網羅するコストレポート、資料の量は膨大。 A4 用紙が2000枚以上になります。提出は郵送、締め切り日の消印が有効なので日付が変わるギリギリまで内容を精査して提出します。ギリギリまでそのミスのチェックをしてるんで、修正がこう自分の納得いくまで終われてないっていう、まあこのクオリティだけど出しちゃったとか、もうこれで点数は決まってしまうんやっていう、まあ、心のどこかでから後悔が始まるなというような気持ちはありますね。ペナルティをペナルティのままディスカッションポイントで、もっとできた、その竹内くんの不安は現実になってしまいました。提出したコストレポートに合計の計算を間違えるというミスが発覚、大幅な減点をされることに。群馬大学のメンバーはスーツに着替えてプレゼンテーション審査に挑みます。設計開発会社が新車両プロジェクトを立ち上げ、製造設備を持つ企業に製造を依頼するという設定で、自分たちが作り上げた車を売り込みます。本日はこのような場を設けていただきありがとうございます。弊社はガフト青木和也と申します。今回需要があると見込んだのは観光業のお客様です。具体的にはガフトワンナインを用いた新たなアクティビティを運営したいと考えるレジャー施設、観光公社 DMO といった方々の対してのマシンを販売します。興奮抑制の音は高得点を取るためにはコミュニケーション能力が不可欠。自分たちのビジネスプランを懸命に伝えます。徹底した軽量化、低い重心高を備えています。発表が終わったら審査員からの質疑応答。こういう大きな魅力はあるんだけど、どれだけ明確に答えられるかが重要なポイントです。美味しい食べ物があるところで、もっともっと宿泊者数を伸ばしていきたいところに最適だと考えます。緊張感に満ちた30分間が終わりました。やれることはやれた、まあ、まだもう少しあっていうところも結構あって、まあ、自分の最大限の力で応えれたかなと思ってます。群馬大学はプレゼンテーション審査で8位、高い順位を獲得。コンセプトの良さが認められました。そして名古屋大学がデザイン審査へ。私たち名古屋大学フォーミュラチェンジクイーンは、ユーザーが今までに体験したことのない速さをユーザーが体験できるマシンとして、マシンコンセプトをアトラクションを設定し、車両開発を行いました。デザイン審査は車を一般ユーザーが使うという想定で、車の設計コンセプト、性能、革新性、組み立てやすさなどを審査します。発表の後は審査員による質疑応答。それの繰り返しで想定通りの質問をまだ持っていきたい。デザイン審査の得点上位3チームはデザインファイナルという決勝イベントに進みます。今年は大阪大学、京都大学、名古屋大学が進出。連続でデザインファイナル進出です。名古屋大学のデザインファイナル進出は3年連続。
用いて、はい、実際にバネッシュ重量の増加が、スキットパッドの横打ちに与える影響というのを調べました。高い開発能力をアピールしました。大会3日目、車検を通過したチームが動的審査へ。動的審査が進む中、ようやく群馬大学が初めての車検へ。向きがちょっとあるんですけど、オイルはちなみに何でこれちょっとこれだったらすぐ落ちちゃうからで今対策するって。全部で7項目以上です、はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、じゃあ頑張ります。はい、大丈夫。ドライバー進行はい、指摘された箇所を直さないと昨年と同じく動的審査に進むことができません。修正して再び検査員にチェックを受けます。ヘッドレストの固定、うん、これがさっきあのグラグラしたので今テープで補強して大丈夫です。じゃあ OK です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。去年の課題超えました。ね、びっくりしたね。群馬大学念願の技術車検に合格。しかし次に受けた騒音試験が不合格。この時点で動的審査2部門が終了。早く車検に合格しないとオートクロスに参加できません。排気をあまり出さないようにマフラーを調整、改めて騒音試験へ。マフラーを調整しても合格できませんでした。これ以上時間をかけるとオートクロスに参加できない。確実に音を小さくするためにスピードが落ちるのを覚悟してパイプのつなぎ目を細くすることに。会場に設けられた修理工房へマフラーを持っていき、パイプを加工してもらいます。加工したマフラーを取り付け、三度騒音試験へ。合格できなければ時間的に動的審査に進むのは不可能。よしよしよし、あと一つ、あと一つやぞ。よしよしよし。続くブレーキテストは一発で合格。いやー、もう正直無理かと思いました。今日は本当に良かったです。ありがとうございます。群馬大学車検通過という目標を達成。動的審査へ進んだ名古屋大学と群馬大学。動的審査は加速性能を競うアクセラレーション、旋回性能を競うスキットパッド、全長およそ900メートルの専用コース1周のタイムを競うオートクロス、そしてこのコースを2人のドライバーが10周ずつ走行し、車の総合的な走行性能、耐久性、燃費を競うエンデュランス、この4部門で車の性能を審査します。名古屋大学のアクセラレーション、スタートから最大の力を出せる EV の特性を生かして部門4位。
続いて旋回性能を競うスキッドパッド。車両が重い EV にとっては苦手な種目です。しかしインホイールモーターの制御プログラムを旋回に最適なものにすることで車のポテンシャルを引き出し部門4位の好成績を残します。どうでしょうか。おーこれは速いですね。やったぜやったぜ。2種目で上位の記録を出し期待が高まったオートクロス。タイムを伸ばすことができませんでした。荷重配分がめちゃくちゃ効く感じがする。もうああそうか、あれかスキパやったらそんなに前後あれがない。プログラムで車の特性が大きく変化するインホイールモーター。プログラムがオートクロスのコースにマッチしていなかったため走りづらいセッティングになってしまいました。試したことあるやつやらんと、うん、コース走るのは開発が遅れてプログラムを煮詰めることができなかったことがここで大きく影響してしまいました。群馬大学のオートクロス。消えたわ。やべえ、やべえ、走ってる。走ってる。マシンに不具合もなく無事に完走。エンジェラス出れますね。よかったです。オートクロスで記録を残し最終種目のエンジェランスへ進みます。大会には毎年多くの人が観覧に訪れ、会場となる静岡県エコパにはたくさんのスポンサーブースが並びます。学生フォーミュラが多くの企業に注目される理由は未来の人材育成のため。大会を主催する自動車技術会は国内最大の工学系学術団体。各自動車関係企業の強力なバックアップのもと、未来のための人材育成事業にも力を入れています。その人材育成を通して OB、OG がエンジニアとして各企業、世界で活躍をしています。そして近年、エンジニアを目指す学生が自分の夢を叶える近道として学生フォーミュラに参加することも多くなっています。車の設計がしたくて、でそのエンジニアになりたいので、なんか実際に物触って作ってできるところに入りたいなと思って、でどうせ入るなら、まあ、強いチームに入りたいなと思って阪大に入りました。中学生ぐらいの時からなんとなく、まあ、自動車エンジニアになりたいなと思って、高校生の時に調べたら、まあ、自動車メーカースポンサーについてて、で実際そこから自動車メーカーに就職する方はたくさんいるっていうことで、まあ、それはもうやるしかないなっていうふうに思って始めました。この学生ホームでやってることでエンジニアの近道になると、はい、実感してます。モータースポーツを見るのが好きで、そういう系の仕事に就きたいなっていうのが将来の夢であったので、どういう経験を積めば近づけるのかなと思った時に、いろんな知識を蓄えることが近道じゃないかと思ったので、学生ホームに参加することにしました。そして現在自動車業界で活躍する OB に学生フォーミュラについて伺ってみると、学生時代にものづくりのチームとしてのあるべき姿というものを体験できたということが、大きな財産になっていると思っています。会社に入って社会人生活を進め、チームをマネジメントする立場になった時に、自分のチームがどういう状態にあるべきなんだろうというふうに考えた時に、しばしばその学生フォーミュラ活動、チーム状態こそが
あるべき姿を目指すべき状態なんだろうというふうに考えることがあります。ものづくり、人とのつながり、かけがえのない経験ができる学生フォーミュラ。この経験が未来の日本の技術を発展させる原動力になっています。この後は1年の集大成エンデュランス。群馬大学に何が起こったのか。あ、タイヤ取れた。動的審査最終種目は学生が1年かけた車作りの集大成エンデュランス。群馬大学は雨の中での走行になりました。1人目のドライバーは4年生の大場くん。磯部くんは後半10周を走ります。大会で一番盛り上がり注目されるエンデュランス。出走直前、須藤くんはすっごい緊張しましたね。あの時は本当にタイヤ一個一個にもう祈って送り出すしかなかったんです。多分今まで経験したことのないような緊張感があの時にはありましたね。そんな極限の緊張感の中、20周のエンデュランススタートします。1年を車作りに費やしたメンバーたち、祈るように車を見つめます。大丈夫かな。動いてる、動いてる。いいよいいよ、ゆっくりゆっくり。2周目のスピンの後は安定した周回を重ねていきます。5周目、スピンしてなんとタイヤが外れてしまうアクシデント。もう走ることはできずリタイアという結果に。お願いします。突然の結末に驚きを隠せない磯部くん。タイヤが外れた原因はハブの破断。軽量化と強度の両立に挑戦して攻めの設計で作られたハブ、偶然にもこのエンデュランス中に寿命を迎えてしまいました。まあ悔しいだろうけどさ、しっかり原因まで考えればさ、で来年またあいつらがやってくれるからさ、なんでかしっかり考えればそれでいいと思うよ。これもちょっと自分の実力不足なんで、来年につなげられるように頑張ります。そして名古屋大学のエンデュランス。オートクロスとは別のプログラムで車を制御し安定した走行。しかし炎天下での走行に不安要素がありました。それは熱。モーターがオーバーヒートしないようにアクセルを全開にして走れない。スピードを抑えて完走を目指すという作戦を立てエンデュランスに臨んだのです。ちょっとプッシュしたらいいんじゃない、もしもし、今9秒台で回ってると思うんだけど、
あとアベレージあと1秒上げてもいいよって言って、うん、車は安定したのに本気で走れない。我慢の走りで10周を走り終えた小杉くん、2番手の赤尾くんに交代。左端からまた違反するから、ですよね、あの少しのパッシングゾーン手前の右とか右旋回はちょっと抑えてないので、左手は大丈夫そう。モーターの熱問題に加え左前輪からの異音、2つのトラブルを抱えながら残り10周を走ります。やっぱり、いや、またベアリングが死んでると思う。そこには伝えて、うん、右旋回であんまり踏まないようにって言ったから、うん、赤尾くんも小杉くんのアドバイスから抑えた走り。しかし残り2周、だんだんと車のスピードが出なくなってきました。そしてファイナルラップ、後ろを走るマシンに追いつかれ先に行かせるという悔しい場面もありましたが、無事完走、しっかりと記録を残しました。いや本当ギリギリでしたね。今もう最後ちょっとオーバーヒート仕掛けちゃってモーターの出力落ちた状態走ってたんですけど、帰ってこれてよかったっていう感じです。無事完走してギリギリでしたけど。そう、悔しいな。お疲れ様です。しました。さあ完走できて、走行中熱、前々からちょっと疑念のあった熱問題だったりとかギアの問題だったりとかがちょっと症状が出始めていたので、本当に完走できてホッとしてます。高い気温の影響もあり今年の総合優勝争いは大混戦に。学生フォーミュラで強豪校として知られ暫定1位、去年の覇者大阪大学と、暫定2位、おととしの覇者京都工芸繊維大学がエンデュランスでまさかのリタイア。エンデュランス2人目のドライバーの手前に DNF リタイアとなりました。勝負の行方は動的審査4種目のうちスキッドパッド、オートクロス、エンデュランスの3種目で1位を獲得した名古屋工業大学が初の総合優勝。動的審査、静的審査のそれぞれで高得点を挙げ総合力で強さを見せた横浜国立大学が準優勝。最終総合順位はこのような結果に。確実にポイントを稼いだ名古屋大学 EV は総合3位、群馬大学は総合58位で大会を終えました。今年新たなチャレンジに臨んだ2チーム、インホイールモーターで見事 EV3 連覇を達成した名古屋大学。好成績を収めたのにエンデュランス終了後中尾くんが言った悔しいという一言、その真意を聞いてみると、四輪ホイールってやばいじゃんっていう、そういう会場の雰囲気にしたかったんですよ。
ところが6割ぐらいしかドライバーに踏むなっていうような命令しか出せなくて、もう最後の週はヘロヘロになりながら走って、でもう我慢しんそいで帰ってきて、もう涙は全く出てこなかったですねそして参加2年目で車検通過という目標を達成した群馬大学。初めての動的審査を経験して須藤くんが感じたこととは。テスト走行の段階では大丈夫だったかもしれないけど、本戦で大丈夫とは限らないっていう知識があの時にはなかったんで、そこがやっぱり他チーム様との経験だけじゃなくて、いろんな知識的な差も大きく出てしまった結果なんじゃないかなと思います。今年足りなかった部分をもうピックアップはしてあるんで、自作っていうところを突き通して頑張っていきたいと思います。今年の大会で目標を達成した喜びと同じくらい感じた悔しさ、その悔しさから見つけた自分たちの車への新たな可能性、その可能性をつかみ取るため彼らのものづくりへのチャレンジは続きます。学生たちが青春を捧げ、その情熱のすべてを注ぎ込んだ車で挑む学生フォーミュラ。名古屋大学、群馬大学だけでなく、参加したチームすべてに物語があります。仲間と共に喜び涙した1年間、彼らが学生フォーミュラで手にしたものづくりの経験こそが日本の自動車産業の未来を照らしていくのです。